ピカチュウなんや。なあクレッフィー。クレッフィーや、かわいい。倉庫の鍵を外役貸してくれないか。貸して貸して。痛い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 。やめて、身代わりしないで。俺の交渉術が効かないと。何も交渉してねえだろ、恐ろしいやつ。クレッフィーはなんか白い言ってたんだよね、確か。何でしたっけ。鍵についてもう一回確認しましょう。クレフィー、全部持ってるぞーっていう。ね、クレフィー。クレフィーなんだっけ、倉庫についてどうすんだっけ。クレフィー入れられない。あ、そうだ。なんか、つぼつぼからジュースをもらってきてくれって言われたんだよな、そういや。さて、ちょっともらいましょうか。つぼ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 。あ、お姉さん。はい。キム君のおかげで実験できるわ。つぼつぼなんだよ。足音がすると引っ込んじゃうけどね。怖がらないわ。薬の開発してるんですね。聞いていいですか。つぼつぼの力をやってポケモンの薬作ってるの。甲羅に木の実入れると発酵してジュースになるんだけど、足すとジュースじゃなくて薬になるのよ。今開発してるのは健康になる薬だよ。目指すのはフルーティーな味わいで可愛いオレンジ色。見てるだけで元気になって、色にもこだわりたい。効果じゃなくても味とかあれにもこだわりたいんだね。あ、ちょ、ごめん。画面を両方大きくしてた。あとは、二つの木の実と液体を混ぜたら出来上がりなんだよって。さあ、つぼつぼ。つぼつぼー。中庭についていつもここにいるの？ニーノの手伝いしてるんだろうな。さて、ジュースついて作ってくんない？つぼつぼー。甲羅がいっぱいなのか。じゃ実験が終わらないと無理だって。さて、じゃ今は、ダメだよってことですね。ピカチュウどうする？なんか見てるつぼつぼ。なるほど。はは。はは。はあ。すごい。あーすごい。あい。そっから出てくるのか。さて、とりあえずこっち行ってみるか。ニーナはもう話したか。じゃあ何見ようか次。鍵がかかってる。所長室は入れません。ちょっと、推移メモ見たいと思います。さあ、アンプルを探せ。この研究所のどこかにアンプルがあるはず。はい。さあ、アンプル、どこだろうなあ。あと、何があるだろう。ちょっと待ってね、みんな。あれだよ。ロトムがいた部屋の隣、まだ入ってなかったから、ちょっとそこ入ってみようか、今から。ちょっと待っててね。クレッフィーちゃんは後で捕まえるから。もう捕まえたらいいんじゃねえの。ピカチュウボルテッカーじゃなくてなんかオーバーヒート使えないの。ダメか。うわ、何ここ。ウォーレスの研究室。さっき中庭鍵閉めたやつだよね、ウォーレスって。あ、どうも。よくパスコードが解けたね。どうや。ウォーレスキャロル。わからないと思ったのに。あ、こいつ、まあ合格だ。あれや、悪いやつや。君を認めてあげても。わあ、ありがとうございます。僕の研究室へようこそ。あ、いえいえ。なんだこいつ。ウォーレスさんですね。よろしくお願いします。どうも、ティムです。手伝えることがあれば言ってください。雑用しますよ。ああ、頼むよ。と言ってもポケモンの細胞の研究が。ああ、難しい。君よりもその元気そうなピカチュウに協力をお願いしたいかな。ピカ、細胞化してくれって。そこの培養液に1ヶ月ほど沈んでてもらうとか。やだ。それはちょっと怖いな、ね、ピカチュウ。ピカチュウやめてね。変な実験しないよ。ピカピカ隠れながら言っとるこいつ。マッドサイエンティストやねえか。よ、ユニーさん、どんな環境でもへっちゃら。ランクルス可愛いよね。結構好きだよ俺。ニーナ、何してるの？よー、おい、あー、喋られないんだ。チーッス。さて、ダブラン。二つの細胞で、最大パワー。ほう。細胞ポケモンなの？ランクルスケ、ダブランって。ダブランも聞こえない。みんな聞こえないね。悲しい。あ、いろんな草が並んでる。草生えますわ、これ。なやこの草。草並んでますわ、っていう。アンプルないかな？俺が見たいアンプルやねん。ねえ、植物、よいしょ、これなんや？アンプル、あった！
ウォーレス怪しいぞ。が違うだぞ。うわ、ウォーレスも違うん。え、どうしよう。ウォーレスも違うんやったら、もう誰やねん、怪しいやつ。はかりだね。ゴミ箱の中には紙くずが入ってた。紙くず手に入れた、やったー。なかなかやるね。ティム・オットマンだっけ。はい、よろしくな。うん、最近新聞で見たよ、オットマン。さて、研究について、ウォーレスさんの細胞の研究でどんなことしてるんですか。ユニランやダブランはどんな環境でも生きられる能力を持ってる。その能力の秘密を探るのが僕の研究。確かにね、なんかに応用できそうだもんね。どんなポケモンなんですか、あいつら。テレパシーで会話するんだ。あ、テレパシー。人間でもダメ。でも、ピカチュウも分かってなかったってことを考えると、分かる人は限られてるって感じでしょうか。エスパータイプしか分からねえとか、多分そんなレベルだと思う。何？全員大だな。誰かが、あのアンプルと関係あるかもしれない。気になるやついた？え？カルロスでしょ、一番。いや、でも全員怪しくねえな。ニーナにしよう。俺もそのスタッフをマークしようと思ったんだ。ニーナが実験始めてんじゃねえか。さあ、ピカチュウも俺も意見がぴったり合ってます。怪しいのはニーナ。どうして俺は他のポケモンみたいに技を出せねえんだ。ねえ、10万ボルト出してみてよ。ピカビーピーカチュウ充電したら、おいおい、コンセントにでも刺さりゃいいのか。いいぞ。お前が電気料金を払ってくれるなら、え、払う払う。いや、やってみて一回。使えるんだったらね、使った方がいいよ。でもちょっとこういうとこで電気借りようぜ一回。さあ、実験中かな、ムービーかな、違った。実験 now。 うっ、なに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 、寒くなってきた。ギャッ、また起きた。え、寒気がしたでしょう。こういう不思議なことが研究所でたびたび起きるの。私は科学者だけど不思議な話も大好きで、起きたことをまとめたりしてるんだよ。何が起こったの。また失敗。オレンジ色にならない色と匂いが整えば完成なのに。実験手伝おうか。手伝わせて。ティム君になら任せられるかも。パスコード解けたもんね。実験には2種類の木の実と体液が、液体が必要。さあ、実験成功させるには木の実について何いるの。二つの木の実を混ぜてオレンジ色にしたいの。なるほどね。変な色になっちゃう。色に詳しい人がいればいい。オレンジ色って何を何混ぜたらいいの。液体にすれば、混ぜることでなんか味をマイルドにしたいの。表にしてあるからね。さあ、液体調査表の結果もらいました。さあ、ニーナの実験について。木の実と液体を探してきてって言われた。とりあえず木の実、これ赤いやつ。さあ、赤い木の実多分いるでしょう。オレンジ色には必要ですよね。なんでしょう。オレンジと黄色かな。さあ、緑ゲットしました。黄色の木の実とかあんのかな。それ、あ、出てきた黄色。あ、赤と黄色かな。で、オレンジになるのあれって。わかんねえ。色ってわかんねえ。これは木の実なってないやつやな。ピカチュウ何？まず材料集めないとね。液体だよね。さ、液体なんとか表ってやつもらったから見てみましょうか。さて、ピカチュウ。材料が足りないみたいだ。何がいるの？必要なのは2種類の木の実と液体。足す液体だ。そうそう、分かってる分かってる。集まったらニーナのところで実験しようぜ。オッケー。俺も研究者になろうぜ。あ、でもあれだ。なんだろう。ないね。あ、操作リストで見れるのかな。液体調査表。それちょっと画面大きくしますね。試した液体。草の汁、臭くなった。培養液。匂いがマイルドになった。水何も変わらない。コーヒー。苦いし変な色になった。ってことは、あれだね。培養液を入れたらいいのかな？じゃ、培養液もらいに行こうか。ウォーレスさんに。なしゃーす。ください。なんだね、ピカチュウも頼みたいことはないんだけどっていう。色について、オレンジ色の薬を作りたいんです。うわ、教えてくんね。ユニランの培養液分けてもらいたいんですけど。
あー、ユニアンの細胞で効能があるのかもしれないな。持っていきたまえ。あざす。さあ、培養液いただきました。さあ、これがあればいけるのかな。でも、あとはオレンジ色にするコツっていうのかな、それがないから困ってますね。ちょ、画面大きくする。誰かに聞いたらいいのかな。もう行き当たりばったりやってみていいのかな。ねえ、ニーナ。うん、ニーナ分からへん。なんかじゃあもうやったろわ。俺が任しとけ。俺に。おお、実験を手伝うか。オッケー、ニーナのところに行こうぜ。来た来た来た、もう来てる。え、ニーナのとこいるんだけど、あかんのかな。まだつぶつぶー、よろしくな。つぶつぶ、全部集まったよ。実験手伝う。あ、いいのかなこれで。ニーナはつぼつぼで薬を開発する研究をしてるよ。変わった研究だよね。ポケモンを使った研究。2つの木の実に液体を混ぜて薬を作ってるようだが、俺だったら宿に至るところかませるね。オレンジ色の薬だ。どこかませたらどういう効果があるか研究したいね。さて、まずは赤と黄色を入れてみましょう。この木の実を使う。で、培養液を入れてやってみましょう。実験開始だ。グッド出なかったけど大丈夫かなこれ。ウェーイ。さあ、どんなものができるのか。カモン。あ、オレンジだったで。やったな、オレンジだ。匂いは？さて、匂いは？マイルド？これなら何倍でも。イエーイ。バッチリだぞ。実験成功だ。どや。グッド。よかった。実験成功。かわいい。つぼつぼ。ちぶちぶ。イム君すごい。だろ。なんだ。実験成功か。そうなの。イム君のおかげでね。有能だったわ俺。おめでとう。所長。あ。お戻りですか。また。またいる取材の人。GNN のエミリアさんよ。どうも。はじめまして。エミリア。エミリアクリスティです。ウィス。取材の準備に伺いました。取材？そうよ。あら？明日テレビの取材が入るの。テレビ？初耳ですよ。ええ。いつもの研究所を見てもらおうと思って言わなかったの。言った方がいいよ。エミリアさん。こちらカルロスに、ニーナに。ティム。先日はお世話になりました。ティム・グッドマンさん。ティムと呼んでください。エミリアさんこそ足はもう大丈夫なんですか。名前一瞬言ったよね。グッド。ええ、まあピカチュウともまた会えて嬉しいわ。そうそう、所長聞いてくださいよ。またウォーレスが。またなの。ああ、鍵閉めた件か。おいおい、お客様の前だぞ。何ですか、ぜひお話を伺って。いやいやいや、もうやめなさいやめなさい。取材されることじゃない。やれやれ、いつもの研究所ね。この人一番まともだよな、どう考えても。ピカチュウどうする。やることないよ。まさかエミリアに会うとはな。名前バレるとこだったぜ。捜査続くんだ。さあ、所長室。そしてなんか いろんなとこ行けるようになった。ジュースくれよ。チュブチュブー。すげえな、一瞬で発酵すんだねこいつ。お、いい匂いだ、ありがとう。ツボツボジュース。ニーナ、お礼はないの？ティム君ありがとう。取材についてこの薬を発表するわ。やったぜ。さて、お、エミリア。名前内緒にして。バイトですよ。生活費の足しにと思って。メイコさんは？え、今日は準備だからメイコさんは明日来るわ。ティム君見たら驚くわ。俺も取材してよ。ニュース番組の中の特集よ。ポケモン研究の最前線っていうテーマ。やっぱすごいとこなんや、この研究所って。そこでバイトしてる俺もすごいってことやな、みんな。なあ、ドヤ顔や、これ。開けて。ジュースだぞ。これ、こいつ信用とかって言ってジュース飲みたかっただけじゃないか。開けてよ、開けてよ。くれ、へぇー。クレフィについてるその鍵って、ほんと開けられるんだ。ありがとう。クレフィー、またね。さて、倉庫の中入ってみましょう。多分こんなが怪しいよね。アンプルとかもうめっちゃありそう。工具箱だ。これアンプル、これだ。これアンプル？ピカチュウ見て。
どう？大きさが違うな。あ、違う。倉庫でもないか。うわ、これはもう所長が犯人ってだけやん。うわー、所長さんねえ、悪いやつなんやったんかな。使いかけの薬品がある。至る所チェックできますね。でもこれ今回何の薬品だろう。でもこういうあたりはね、あのちゃんとチェックした方がいいんですよね。錠剤が入ってる薬ってこんな管理でいいんかな。ねえ、ポケモン研究所で働いてるリスナーさん、なんか大丈夫ですかこれ。あれ、まさかこれってこれじゃないかな。ピカチュウ、おう、見比べてみろ。ピカチュウ、あ、間違いない。あった、洞窟で拾った破片と同じだよ。ピッシー、そうか、やったな。やはりこれを使ってるやつがこの研究所にいるんだ。誰だ。ドア開く、ドア開く、ドア開くぞ。あかんかったわ。誰かいた。いや、消される絶対。アンプルが出てきたな。絶対消される、怖い。倉庫で発見した。絶対なんか当たんで。あ、終わった。もう行かんとこ。アルバイト1日目終了。僕とピカチュウはカフェに向かった。この途中で事故会うんちゃう。俺会えへんかったわ。あのアンプルを使ってるのは誰なんだ。まあやってたら分かるやろ、いつで。そうだね、明日も調べてみよう。うん、うん、独り言。うん、そうだよ。何でもないんです。新しいバイトを始めたので覚えたことの復習を。ああ、PCL でバイトなんだって。頑張ってっしょ。メーカーさんから聞いたよ。しっかり働いてガッチリ稼いで、このカフェでたっぷり飲み食いしてくれよ。任しとけ。パンパー。あ、悪いね、取ってくれる？あ、はい。あ、取らなきゃいけないんだ自分で。大変ね。サンキュー。頭に乗せるんだそこ。今日のハイハットブレンドもうまいな。ああ見えてマスターのパブロの腕はなかなかだ。なんかディズニーにいそうだもんな。ああ見えてって。ああ褒めてるんだ。安定して最高の味を出すにはその日の温度や湿度。ああ、なんか難しい。コーヒーのうんちくだ。調整するんだよね。うん、よく知ってるな。何度もコーヒーの話をするから覚えちゃったよ。あら、相当の技術がいるんでしょ。ああ、その通りだ。俺もコーヒーよく飲むけどね。いい腕してるぜ、パブロ。わからへんわ。そうだね。でも缶コーヒーで美味しくないはわかる。どう？全然どやれない。うん？なんだい？ PCL なんか知ってる？ああ、古くからある研究だし、発明品がニュースになってるからね。ポケモン用の掃除グッズとか日用品も開発して俺も使ってる。へえ、何でもあるんだ。豆の合わせ方工夫してんだよ。はーい。ルッパッパッパッ。ウェイトレス板についてきたな。ルッパ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 。やっぱポケモンがね、いる生活っていうのは、いいよね、なんか。あー、かわいい。多分俺ポケモンと一緒に仕事したいな。いや、仕事はしたくないわ。どうしたの？オス。ポケモン事件について調べてんだけど、ヒトモシが動物で鬼、なんか鬼ゴリが暴れてた。ヒトモシ動物で鬼ゴリが暴れてる。もう有名なんだね、あなたにも。PCL って知ってますか？PCL を開発したポケモン用のサプリメント買ったことある。ポケモンのサプリメントとかあるんだ。すげえなー。はーい。それじゃあ、ね、家帰りましょうか。